は。陽明寺太極拳の指導している笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は畳のカルチャーに、アメリカ人が、体験で参加しました。私の生徒さんのご主人の知り合いで、アメリカ人で太極拳がしたいっていう、体験してみたいっていう方で、アイオワから来ました。でその外国の方は太極拳もちょっとやったことがあるっていう、空手をずっとやってたとかっていう方で、太極拳の24式も一度経験し、多分カンカン24式だと思うんですけど、経験もしていた方で、とても楽しんで稽古を一緒にしてくれました。そしてたまたまその私の生徒さんの中に、しまちゃんって英語がペラペラの子がいて、そのね、私の指導を通訳しながらやってくれたんですね。で私は本当に英語がちょっと苦手で喋ったりできない、まあ、片言の単語は言えるし、 I cannot speak English とかそういうことぐらいは言えますけど、でもちょっとなかなか話せないですね。それでしまちゃんがすごい上手に通訳してくれて、ただ彼は日本語も習いたいということで、しまちゃんと約束をして日本語を教えたり、英語を教えてもらったりっていうことで、しまちゃんがもうすでにすぐ約束をしたりしてました。それでとにかくアメリカ人が私の教室に来たのは初めてで、とても楽しく、皆さんと稽古できました。まあ、ちょっと皆さん周りの、ね、方はびっくりしたかもしれないけど、でもなんか国際色豊かな教室の雰囲気になって良い気の交流ができました。ちょっと最初にこの動画の最初にその2人のツーショット写真を載せようと思っているので、最初のサムネイルっていうんですね、このページに彼の写真を載せました。なんかとても楽しかったらしくて、10月まで日本に滞在することということで、来月の9月のレッスンも2回参加することになりました。なので私も今後もちょっと1ヶ月楽しみにしています。何でも YouTube でも Facebook でも載せていいよ、僕を犯人にしなければ載せていいよみたいに言ってくれたので、ここのサムネイルに使わせていただきました。今日は、それはちょっと関係ないんですよね。今日は9式と10式の稽古をしようと思ったんだけど、音がダメだ、うるさくなってきた、今日はこれまでの動画にします。まあ、喋るだけにしたいんですけど、まあ、今日はもうこの音がうるさいので、もうちょっと私も話しているとこの音がすごい気になっちゃうので、こういう動画だけ、しゃべりの動画だけなんですけど、十式は、実は終電ともタイヤをとも言えない尾てい骨の位置で動くんですよね。それがなんでかっていうと、ちゃんと規範協定の本に書いてあったのでほっとしました。私は自分で動きながら、防御180度防御の動きと言いながらも終電にし続けてるのもなんか終電もしすぎもおかしいし、で左右が攻撃だっていう風にね、言われていて、その左右をタイヤオにするのもなんだかちょっと、すごく尾骨の位置に関しては違和感のあった十式なので、まあ、そんな風に意識をしないで動いても十分なのかなっていうのが、やっと規範協定の、まあ、これはもうちょっと前からですけど勉強した時に、ああなんだ、優勝は終電ともタイヤ音もつかないような、尾骨の位置で動けばいいんだなっていうことが分かって、自分で動きながらなんか変だなっていう違和感がそれですごく納得できたという動きです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。まだ工事が続いているので、工事が終わったら9式と10式の動画を出したいと思います。ではまた。